はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。中村です。はい、今回も助っ人中村さんに来ていただきました。で、今回は中村さんの持ち込み企画ということで。持ち込みなんですかね。持ち込みで、はい、はい、中村さんが持っているマーキュロペーパー13エリート AG プロですね。ちゃんと人工芝用の AG プロソール、両方とも AG プロソールで、両方とも同じサイズで、中村さんはこれ出た時に買って、そうですね、で今回もこれ出た時にすぐ買って、で2足揃ったので、こう水色とピンクってなると、あのなんか昔2014のブラジルワールドカップ、左右色違いのピンクと水色のやつが結構話題になったじゃないですか。ありましたね、あの時、うん、であのトリックスというか左右色違いをこのマーキュラルでやってみようみたいな、でこれでもうプレイしてみたらどうなるのかっていうので検証も意味を込めて、じゃあ早速履いていきましょうか。はい、履きましょう。はい、あ、今日ナイキのソックス履いてるんですね。ナイキです。なるほど、それちょっと 厚めじゃないですか。これちょっと厚いやつですね、うん、やっぱもう履き慣れてますね。もう慣れたもんです、半年以上やってるんでこれね。まだこっちの方が伸縮性ちょっと硬いんですよね、馴染んでない分。やっぱまだ 2,3 回ですかね、履いて、はい、そうですね、今日で3回目、2回目ぐらい。すげえ、かっけえ。左が水色で、右がレーザークリムゾン。やっぱかっけえな、マーキュリアルは。おお。今回目指せネイマールで。おお。これしかもパリサンジェルマンの。パリサンジェルマンのジョーダンのやつですね。ジョーダンコラボのやつ。うん、かっけえ。上下。俺もじゃあ履いていいですか。履きましょう。はい。それではじゃあ。いや、目立ちますね。レーザークリムゾンに合わせてピンクのウェア、僕スーボルメしかなかったんで今回スーボルメ着てきましたけど。じゃあ中村さん蹴っていきましょうか。はい、これこっちから映すと両方同じ向きの足っていう。いや、ほんとだ。あ、そうなるんだ。まあいいんじゃないですか。ハハハハ。
はい、というわけで中村さん、はい、マーキュラーベイパー13エリート AG プロの左右色違い履きやっていきましたけど、はい、どうでした感想。まあどうでしたって同じシューズなんでねまあそうか、履き心地はまあ一緒ってところですかね。まあ馴染んだ前か馴染んだ後か。あ、そうですよね。だから2019年の夏ぐらいに出て、そっから中村さんこう半年間ぐらいこうずっと履き続けてなんで、葉っぱが馴染んでるっていうところですね。そうですね。で、馴染んでる方の片足とちょっと新品で張りがあるちょっと片足ってところで、そこのちょっとした誤差というか感覚の違いっていうのがちょっとありましたか ね。感覚だけですよね、違う、同じ靴なんでまあそうですよね、全体的なフィット感というか履き心地はまあ一緒っていうところ でそのアッパーの馴染みの度合いの違いで多少ちょっと足入れ感というか履いてる時にちょっとこう柔らかいというか足に馴染んでるなっていうの感覚があったんですよね。そうですね、うん。まあ、あとはちょっともう分かれてると分かんないと思うんですけど、ここの弾き反発性がやっぱり使ってると若干弱いかなっていうの、うん、なるほど。ここやっぱ新品の方がしっかりと反発はしてくれるっていうところですね。まあ音が違うんで確かに違いますね。あとはまあソールも同じこの AG プロソール、まあ、グリップも一緒です。これが例えば片足 FG で片足 AG プロとかになると違和感が出てくるので、それは多分やめた方がいいですよね。まあ負担も考えて、もしその左右の違いばきやるときはちゃんとソール同じやつを選びましょうってところですね。まずポイントとしてはそうですね、うん。まあ、あとは例えばこれをやりたいってなったときに、はい、単純にこれとこれ準備するのはまあコスト的にね大変だとは思うんで、そこは例えば両サイドバック、まあ酒井宏樹選手と長友選手みたいに例えばチームでその仲のいいサイドバック同士とかやると面白いんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。チームメイトの仲が良くて、なおかつしかもマーキュリアル好きでとか同じシリーズが好きでとか、なおかつサイズも同じでってなったらこれがいけるってことですよね。左サイドと右サイド、はい、みたいな感じ、サイドハーフとかダブルボランチとかってなんですよねまあそんな感じで結構条件が、僕たちは結構サイズが同じぐらいなんで、中村さんがこれ2つ持ってたんでっていうところで今回ちょっと使わせていただいたっていうところなんですけど、まあ、そういうちょっと条件が揃ったら皆さんもひょっとしたらできるかもしれないっていうところですね。そうすると1人分ずつお金出し合えばこういった左右の違いの履きができるってことですよね。1人でやろうとすると2足買わないといけなくなるっていうところで、そこがネックですね。確かにそうですね、金銭面的に、うん、うん、というわけなんで、まあ、今回は一応検証というかまあやってみたみたいな感じで、そうですね、面白い企画、はい、面白い企画でサッカースパイク面白い企画でちょっと、やってみましたけど、まあ、いつもはあの真剣に新しいスパイクとかレビューも一緒にやってますし、まあ、こういった感じでちょっとフランクな検証というかやってみた試してみたみたいな感じの企画もちょっとやっていきたいですね、はい、という感じでまたなんか面白い企画ちょっと考えてみます。はい、ぜひぜひというわけなんで、以上今回スパイクマイスター小平と中村でした。はい、お送りしました。また今後もスパイクのレビュー、そしてあとスパイクの手入れとかもですねやっていきますんで、チャンネル登録とか高評価もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。